僕、リュウジンさんの新域に入る前のね、動画を見て感銘を受けたって言ったけど、コラボしてなかったというね。そうなんですよ。あれ、ちょっと根に持ってますからね、自分。根に持ってる？そうなんですよ。なんか新域の、リュウジンを選ぶべき、なんか、5つの理由みたいな動画を自分出したんですけど。うん、そう、いい動画だった、とても。そう、それで、まあ、新域は多分成長を見せるっていう側面も一つあるから、そういう側面で言うんだったら自分はまだジャンその時はジャンケツ2とか1とかだったんで、なんか全然伸びしろありますと、リュウシェンみんなが思ってるよりもめちゃくちゃ麻雀の熱あるんで取り得ですよっていうようなことを入れたんですよ。素晴らしかった。はいはいはい、はい、したら渋川さんが一つ感銘を受けた件がありまして、そう、ほうほうほう、新域リーグで成長させたいって思ったんですって言ったんですよ、で、シップ僕のこと取る気と思ってもう告白じゃんって思ったんですよ、確かにね、それは、で、ウッキウキでドラフト見たじゃないですか、あれいや、まあ、松本か、松本か、なんだ松本か、あ、まあ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 、まあ、ええか、松本でええか、まあ、そうか、判明を受けた結果風見九九になったから、そう、まあそこはいいよって、まだまだね、うん、風見九九大好きだし僕、うん、だけどなんか成長コンテンツなんですってなんかあたかも自分がなんか発見したかのように言うじゃないですか。違う違う、言ってたのに、なんかあれあったかも、なんかシーキュリーグは成長を見せるものですみたいな、なんか俺が考えた、違う違う、俺が考えたみたいな、なんかあれあれ、オマージュですよ、オマージュ、オマージュ、監督がそんなオマージュだよ、何ですかそんなこと言って、だったら概要欄にちゃんと書いてください、リュウシェンさんが言いましたって。オマージュ、こちらの発言を参考、いいよ、もっとリュウシェンって、書いてよ、感銘受けたんだよ、僕はね、確かになと思って、あれれれ、あれれれれ、何してる、何してる、何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 、それで言うんだったら、マジで自分が一番の成長コンテンツだと思って入ったら、自分より雑魚が2人いるってどういうことって話だみんな感銘受けたのよ、あれで。感銘受けて応募してくんねん、お前ら、マジ。感銘受けたのよ、それは。リュウシェンが一番成長して、リュウシェン、麻雀うますぎってなるはずだったんだよ、本当は。違う、もううますぎだったの、最近ライバルがいっぱいいたの、あなたは。そう、なんで他にもいっぱい入ってくんだよ。違う、でもそれがなかったところがなくない、それがなかった、今日はないよ、今日はないよ、それは、それはこの今日が一番幸せじゃない。あとリュウシェンさんは態度がすでに10年プレイヤーだったのよ、なんか態度が、どういうこと、態度が、いや、なんかもうすごい、もうずっと刺激ますけどみたいな感じでオーラがもう出てるのよ。ピチピチじゃないですか。オーラがすごいのよ、もう。クク君はもうほらおどおどしちゃって、もうね1年目の確かにウィーンって自分なんかが入っていいんですかみたいな、なんかリュウシェンいて当たり前やろみたいな感じで、いや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 、かわいげやな、やっぱ、いや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 、そこがやっぱね、悔しいな。まあでもね、こんそんな雑魚分もリュウシェンがね集めてなかったら結成されてないわけですからね。そうですよ、それはやっぱりこのなんか集めて部長を仕切ってる感もやっぱ10年プレイヤーの貫禄が。そうよ、そっかそっか、そう、みんな集まってくれてありがとうなのかな。いや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 、まさか同期とはねちょっと思えないのよ、もう貫禄が。まあそれは思えないね、確かに。いや、本当にそう。全然ね、なんか楽しく仲良くね、新メンバーとして新域生まれたてとしてやれたらいいなって自分は思ってますけどね。なんかリュウシェンさんなんか新メンバーをねみんなに馴染ませてあげるために、ほらこのコラボ組んでやったぞみたいな。いや違う違う、そんなこ、そんな、確かに、まあでも馴染み度で言ったら確かに、確かに。いや、みんなだって、あのね、僕ゲームをやるときに、その麻雀をやるときもそうだったんですけど、大体理由があって何かを始めるんですね。で、それのほとんどの理由が友達作りたくてやるんですよ。おお、かっこいい理由が。だからこの麻雀でいろんな人とやったらめちゃくちゃ友達できるじゃないですか。麻雀は友達になりやすい。
そうだからもうみんなといっぱいやりたくて、おいじゃあ、うん、集まろうよって言ってるだけです。素晴らしい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 。だって普通にある日突然全く見たことない緑色の人が DM 来てびっくりして、え誰ってなったら、ユーチェーンってなって、あのってなったよ普通。あの確かに、あのってなったよ、うん、突然送ったね、確かに。そうテンション上がったけどな。ザコはでも初めてで、ザコ集めてマジやりたいんですけど、でよく受け入れたな、自分がザコなんで。ザコ集合させて、あまりにも強いザコの自覚があったからね、うん、いやそれマジでありがたいなって思うけど、ね、いや自分ザコじゃないんでって言われたらもう終わるんで。確かにちょっと別の人探した方がいいんじゃないですかって、ね、そう自分ちょっとそういうのやりたくないんでみたいな、うん、言われなくてよかったなってのはマジで思うよ、うん、いやいやないけどなそんな、うん、いやリーチ困るな、リーチ困ってる、ちょっと困ってんね、はい、リーチは強いんだクックン、見せてやれ、うん、いやめっちゃ強い、嫌だな、あれも防御しろよ、嫌だ断る。ええええええ。もう一旦放銃しろってマジで。もうこれ。さっきまでのいい話を台無しするな。確かにもうやっぱ先輩だな。そいつだ。いじめやがって。ふぐぐの。高いの？高いよ。ドラさん。ドラさんだ。ドラよ。いやーちょっと高すぎ。やばい。よし。おいマジか。チームグラディウスでトップ争いだ、クック君。やばい、やばいぞ、やるしかねえ、俺は攻めるしかねえんだ、勝負だぞ、止めないとな、これやべえ、松本に怒られる、天国の天国じゃないんだから、まだ地上で、地上で元気いるから、全然元気、ギリ地上っすか、余裕でなんでちょっと浮いてるみたいな、ギリギリじゃない、浮いてます、だから上ついてる人みたいな、若干浮いてるかもしれない、ちょっと浮いてるよね、元気か、元気か、ちょっと一旦ね、アンケート取るけど、アンケート、じゃあクク君は監督のことなんて呼んでる、え、そういう、大体まあ渋さんだったシップとか、うん、渋川さんとかのなんか大体まあ名字読みだったりしますね、うん、じゃあ犬君はなんて呼んでる、監督のこと、たかちゃん、おお、ちゃん付け、たまにサンタだよね、うん、たかちゃんか、たかちゃんサンタの、リュウシェンさんは、うんうんうん、松本さん。ちょっと違うのよね、風格が。確かに。一人だけ。すげえよ。貫禄あるよな。なんか監督の上の存在みたいな感じでいるけど。松本ね、ね、よくないですか、距離近くてなんか。だからやっぱ10年選手の貫禄なんだよな。え、ね、仲良さそうな方がいいじゃないですか、やっぱ。かっこいいけど。確かにね。ね、したらやっぱ松本でしょ。松本なんだ。松本なんだけどやっぱ10年選手の貫禄が、なんか評判が良くないな、松本呼び、いやいいんだけど、いいよいいよ、松本くんも喜んでると思うんだけど、嫌なのか、いやでもちょっとやっぱ貫禄がね、あ、じゃあきらべさんはなんて呼んでる、松本くんのこと、松本監督、おーそう、つーくんだよね、やっぱルーキーはね、下にその監督とかが、まあでもまあそれはね、親しんでるなって感じして見てる分にはね、いいけどね、いいんだけどやっぱ風格がね、最初に言われましたもん、だってなんか、うん、松本さん、松本さんって言ってたら、あ、松でいいぞみたいな、へー、言われて、え、じゃあ松本って呼ぶわって言って、そこからは、あ、元足したんだ、勝手に、あ、そうですそうです、なんか、うんうんうん、どうせならもうプラスアルファ一歩踏み込んだ方がやっぱり距離って近くなるな、なるほど、あだ名よりやっぱね、名字そのまんまがね、いいよね。